この動画を最後まで見ると、ヒゲダンが歴史を変える瞬間がわかる。革命のエチュード。はい、どうもこんにちは、スタバンドへようこそ、レンです。知ってる曲が流れるとついハモってしまうスピーです。こんにちは。かっこいいケミストリー。ケミストリー、まあ、ハモだろうな。いや、なんか、やっぱ、ハーモニーって素晴らしい。いやでもめっちゃ気持ち悪いんだよ、なんか運転してるじゃん。いや知ってるよ、知ってるって。鼻歌で歌うとハモってきて、いや知ってるって。しかもそのハモリがなんかナルシストのハモリ。何度目撃してる。、うん、黒鼻がな、高速乗りながらな。そうそうそう、それやって俺は人の振りを見て若振り直せじゃないけど、あ、こんな気持ち悪いこと俺は今までしてたんだって思って。でもやってたわけやろ。あ、やってた。やっぱり気持ちいいね、ハモってた。いや、そうなっちゃうんだ。そう、ハーモニーって気持ちいい、ね。うん、で、まあそのハーモニーってことで、今回あのヒゲダンが、うん、NHK コンクール、音楽コンクール、N コン、うん、N コンに楽曲を作ったと、提供したと。へえ、うん。チェスボード。ああ、そうだったね、うんうん。本人歌わないのかね、あれ。歌ってほしいのよね、うん。うん。まあちょっとそれは楽しみのあったとして、うん、今回はそのチェスボードの分析をやっていこうと思います。もうすでにチェスボードの分析。はい、分析。やっていきましょう。はい。と、はい、いうことで今回はオフィシャルヒゲダンディズムチェスボードの曲分析動画。早速、レッツゴー。じゃあ今回ちょっともう大きなポイントが一つあって、うん、おそれが何かというと、うん、課題曲難しすぎ問題。あんね、めちゃめちゃ難しい、このチェスボード。いや、中学だっけ？中学生、そう。中学生の課題曲でそんな難しいことやってくる。そう、ね、聞いた時に、え、これ、うん、中学生にこれ歌わすのって思って、うん、で、まあ、本当に、あの、めちゃめちゃ、やっぱりさ、うん、ヒゲダンといえば、何？ヒゲダンといえば、店長。だから、いきなり言ってちょっと。めちゃめちゃ転調してんねんか、うんうん、もういきなりこう B メロで転調したり、うん、ラスサビが最初のサビと比べて半音高いとか。合唱コンクールでそんなことやってんの。そうやね、やば。そう、部分転調もいっぱい出てくるし、うん、まあもうさすがヒゲダン、まあ、藤原さん作曲っていうことで、うん、かなり難易度がもう高いんか、うん、他にもピアノが超上級な動きをしてんねん。つらそれ。ピアノの難易度というよりかは、うん、そのピアノのコード進行がすごいちょっと上級なコードを弾いてる上で、めちゃめちゃこうメロディーがあって、さらにコーラスがあるやんか、うん、すごい難易度の高い難しいコードを弾いてる上にメロディーがあって、それにハモらなあかんっていう、まあ、そのいろんな難易度があるんだけど、一番難しいって思ったポイントが、うん、2番のサビかな、うん、あの NHK のあのチャンネルの動画で、うん、まあその合唱してる動画が上がってんやけど、うん、その2分11秒か2秒かそこら辺から2サビになるんやけど、うん、1回ちょっと聞いてみる。おお、課題曲ね。中学校の課題曲として聞くね。そう、はい、あのピアノの伴奏のすごい複雑さの上にこの歌とコーラスが流れてるって思って聞いてみてほしい。はいはい、いや、ちょっと、すごいな。ピアノがさ、これあの、ピアノ弾いてる人の動画見てちょっと研究してないけど、うん、あの、半音ずつ上がっていくの、ピアノ。そうそうそう。不協和音みたいな。うん、ちょっとね。感じガンガン入ってんだ。そう、なんかあの、普通に聴いてるとちょっと違和感あるようなコード進行の上に、うん、まあ、メインメロディーとあとやっぱりコーラスがすごいよね。いや、これコーラスすごいね。サビ前のあの、わらららみたいな。あくもそう、すごい、ね。やばくないあれ。すごい、あの、動きというか、うん、これを、課題曲にしてくる藤原さん、なかなかの課題ですよ、これは。ド S、ド S の。だって普通にさ、なんか、普通の合唱コンクールとかやったらさ、もっと分かりやすくて、歌いやすい曲になるけど、こういう NHK コンクールってなったら多分もう、プロみたいな。気合入った曲だね。プロ合唱団みたいな。そう、これを中学生に課題として出せるから。わ、ダリーとか言ってる人たちがこれ歌う。いや、でも、やっぱこの動画見ると、あの、ちゃんと中学生やのに、すごい綺麗に歌ってんの、やっぱりすごいね。まあまあそうだよね。うん。うん、で、まあ、これは、ちょっとまあ、勝手に解釈したんやけど、うんうん、藤原さんが、こう、未来の音楽家を、こう、ちょっと育てるための課題というか。ああ、そういうことか。そう、これだけ、ステップアップ。そう、これだけ難しい曲を綺麗に歌い上げたのであれば、うん、すごいなんかこう、達成感もあるやろうし、音楽に対しての。で、自信もつくやろうし、
だからもうちょっとこう簡単じゃなくてちょっとハードルの高いこの課題曲を用意したんじゃないかなってちょっと思って。合唱も変わってきそうだよね、なんかね、うん、これから10年後とかめちゃめちゃラップとか入ってるぐらいのなんかもう全然わけが転調だらけのラップだらけみたいなちゃうぐらいレベル上がりそうじゃない。そうでしかもまあちょっとそれも言いたかったんやけど、うん、あの歴史が変わるってなんか、うん、あの今年からなんかヒゲダンの楽曲が音楽の教科書に載ったりするよ。へえすごい。そうプリテンダー載ったりするし、確か夜遊びとかも載ったんじゃないかな。へえ。そうやっぱりさ、その国民的もバンドやんかヒゲダンって、うん、だいぶすごいとこ出たね。店長だらけの2バンドみたいな。まあまあ使われる曲はもうちょっと分かりやすい、まあ、プリテンダーとかだけど、そうそうそう、ただその新しい、まあ、バンドヒゲダンが教科書に載ったりするっていうのはもう結構歴史的なことなんじゃないかなと思って、日本の音楽史にとっては、うんうん、楽しそうだね音楽の授業が。よりそうはんな、うん、今からだからもう音楽学校とか入って音楽やる人はもっとミュージシャンが増えるかもしれないな。そうだよね、まあ、なんで今後音楽の教科書であったり、まあ、歴史に残るような、ねうん、名曲をこれからもヒゲダン作ってくれると思うんで、はい、みんなでヒゲダンを聴いていきましょう。はい、はい、ということで本日は以上です。はい、はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムチェスボードの曲分析動画でした。このチャンネルではヒゲダンに特化した歌分析や楽器分析毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマは、はい、今回のコメントテーマはコーラスが好きな曲、ハモリが好きな、コーラスが好きな、ハモリコーラス、あの実はサブタイトルってさ、うん、あの作ってて感じたんやけど、うん、めちゃめちゃコーラスがすごい。へー。そうメインの、まあ、メインのボーカルはもちろんみんな聴きたいと思うんやけど、うん、あのハモリでやったりコーラスみたいなのに注目して聴くとめちゃめちゃ入ってる、もう曲の7割ぐらいを占めてるんじゃないかぐらいコーラスがすごいから。へえ、あんなにボーカルの曲なのに。そうボーカルの曲なのに。へえ、うん、で今回のあのタトゥー曲のタトゥーも結構入ってる、めっちゃそれ出てきてた。ああそうそうそう、やし他の曲でもコーラスすごい曲めっちゃあるから、うん、皆さんちょっとコーラスに注目して聴いてみて、この曲のコーラス好きですってのがあったらぜひコメントをよろしくお願いします。お願いします、はい、もちろん感想やリクエストお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。いやチェスボードをバンドでやってほしいよね。うん、ちょっと聞きたいよね。うん、どういう風なアレンジになるのか。メロディーはでもやっぱ藤原さんのメロディーしてるよね。声はちょっと想像つくかもしれない。うん、歌ってたらサビとか、うん、ただでもちょっと、うん、ちょっと違う気もする。でも何がバンドでやる感じとは。ああそのなんかメロディーラインみたいなのとか、ああみんなが歌うように作ってる感じ。そうまだまあそんなにこう聞き込んでるわけじゃないんやけど、その、うん、チェスボードを、うん、いやでも本人が歌ったらやっぱそれっぽく聞こえんのかな、聞こえてしまうんかな。いや俺は聞こえそうだなって思って想像してる。あほんまに。ただその他のアレンジがどんな感じなんだろうね。タトゥーみたいになるのかね、ちょっとね、ポップなバンドあのサウンドになるのか、うん、それともしっとり系でいくのか、クライベビーになるのか、クライベビーになるのか、さらに緊張盛り込んでみるとかそんなことはしないでいや中学生が主人公のに書いたのでクライベビーはちょっと確かに全員不良 にやってるリベンジャーズの世界観になっていくからできたらもっと爽やかな風にアレンジしてほしいな。うまいこと言いすぎだろ。